今ずいリプレゼンツファンキルのゲッツって遊ぼう。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日をお届けこの番組がこの番組はゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問や提案に答えたり、ゲームもラジオも一緒に作っちゃおうというテーマでお送りしていきます。いいね。考えてこい。なんか3週間撮ってるから今回多いんだよね。大変。プロデューサーの今泉です。よろしくお願いします。お願いします。アルマスの CV を担当してます、みともみぜなです。ともみともみさあ今日もですねタイトルコールいきますよ。端的に言うと今泉 P にプレゼン。さあ今日のテーマは今日のテーマはエンタメ業界進路相談からトロマグロさんのプレゼンでございます。資格なしでも働けますか、働く上で必要なスキルは何ですかとのことです。親戚の今子供たちがみんな小学校とか中学校とかでもうみんなゲーム好き、 あの子ゲーム好きだからさ、そう純のとこ入れてよみたいなけどゲーム好きなんてみんな好きだからね。そう嫌いなやついねえから。確かにみんな好き。みんないいね。そうだからそれでいくとね、なんだろうね、俺三国志って知ってるゲーム。はい知ってますよ、ね、三国志ってすごくよくできたゲームで、はい、大体能力が武力、統率力、武力、魅力、政治力、知力、はい、これがね結局ね、あと忠誠心とかのパラメータ、面白い。で金あげると忠誠心が上がったりするリアル。そう結構これもう本当そうで、まあ、統率力、はい、まず結局給料を上げるためにはこのリーダー的存在にならなきゃ、はい、これ統率力がいい、うん、けど統率力があってもこう武力がないと、武力いわゆるこう突破力が営業とか売り上げを作るとか、はい、で魅力ないと部下がついてこない、はい、ね、そうですね。で知力もうバカじゃ仕事できない。あで魅力あとなんだ、あ政治力、政治力ないとこの社内戦争には勝ち残れない。いろいろこのバランスの五角形が大事なんだ。そうこの五角形を等しくしていきながら、で忠誠心すげえ大事だと。すげえ能力低くても忠誠心、例えば呂布とかって武力超強いけどすぐ裏切るわけ、はい、すごい強いやつをさ大事な試合に連れてってさ裏切られたら嫌だから、忠誠心すごい大事だから、あの何も能力がないなら忠誠心を見せてこびればいい。やってみてください。今日のオッキモは絶よそということでまた明日